はい、皆様どうもです。コロナです。2回目です。なんかおかしいと思ったんだよね。いつもとちょっと違う。でも、でもね、あの、これ2回目なんですけど、あの、1回目の時よりは楽。うん。でも、喉が痛い。も喉もさっきなんかスプレーやったら、あの、よくなりましたね。なんかね、 変な感じしたんですよ。でも全日本終わってから良よかった。本当に。今の、今で。ね。いや、うどんまいですね。ほんとどんまい。うん。でもね、嬉しいお幸せがんですよ。有料カードが届きましたね。クリスマスプレゼントですよ。まあ、これ自分で買ったんだけどね。これ あのちょっと英語版ですからね、英語版。城之内くんの城之内デッキですよ、初代の。これは珍しいんですよ。eBay で買いました。うん、買ったんですよ。だからこれ開封してね、友達と遊びます。はい。あのー、実はね、あと2つデッキ買ってるんですよ。うん。まだ止めてない。これから来るんだけど。あのー、ちょっと遊戯をや友達でやりますよ。そう。で友達、まだ遊戯わかんないんで。 あのね、そうなんですよ。いやー、もうコロナですねあ。症状はね、えっ、ー、と、最初タンから始まった。タンガラガラ,ガラ,ガラね。えー、1日目、タンガラ,ガラうん。2日目はタンガラガラがちょっとひどくなった。で、3日目に、えー、っと、なんだ。あの、咳。咳との,のどいた。 それから頭ぼーっとする。えー、鼻水。うん。が3日目出てきて、で、4日目に、なんか、あ、違う、3日目、あともう一つ、寒気。寒気ですよ。寒気半端なかったね。寒気はあれかな、2日目あたりから出始めたかな。うん。で、3日目、4日目で、今日4日目ぐらいかな、と思うんですけど。 まあ、寒気は減った。うん。まだ薬も飲んでなかったんですけどね。寒気減って、喉痛喉痛はやばい。炎んこう、飲み込むたびにもチクチクして、もうそんなのはもう2、3日続いてますよ。うん。で、それでさっきスプレーシュってやって、そしてだいぶ良くなったね。うん。まだ薬、風邪薬飲んで、ちょっとくかった。で、痰も、まあ、黄色くなったし、 蹴れるようになったね。う <laughs> んって咳して。うん。だからまあ、前回シンロになったのがね、一年ぐらい前かな。だと思うんですけど、その時よりは、まあ、想像は楽ですね。なんか風邪っぽい。うん。だからまあ、なんだろう。あの、そうですね。あの、まあ、このまま治ればいいなっていう感じですね。 うん、いやでも全日本終わってからよかった、本当に。ね全日本中だった、でも全日本の時からね、あの近くの方がちょっとせしててあの、体調悪かったんですよ。いやこれ、映るなと思ったら映ったね、でも全日本中じゃなくてよかった、もう本当よかった、うん。あのね、あの別にいいんですよ、僕は年末はね、寝ててても。うん あれだから、ああ、ね、全日本中となってよかったなってね。多分ね、コロナもね、全日本終わるまでね待っててくれたんじゃないかな。ね。しかも、病人でもね、遊べるものもあるし、クリープラも来たしね。うん。はい。クリプレーか。うん。そうなんですよ。ちょっとね、城野内君んって懐かしいですね。 はい、ちょっと今度これ開封します。うん。はい。というわけで熱は、熱が、ね、熱があんまない。熱があんまないんですよ。熱っぽいなと思って測った時きに、えー、36度8分が最高。ないですよね。全然ね。熱はないんですよね。のののあのね、一番やばいの、の,の,のどいた。唾を飲み込むたびに痛い。っていうやつです。 ねどんまいっすよ、どんまい、うん。いや、でも、ね、前はね、もっとこう、うわーってこう、最初、コロナの時は、最初のコロナの時は、頭がぼーっとして、もう、なんかもう、頭の中が溶けるんじゃないかっていう気がしたんだけど、今回は、全然ない。うん。そうあ。で、ワクチン打ったらいいからね。うん。そうなんですよ。 ワクチンはゼロワクチンですよ、本当に。1回も打ってないんですよ、ワクチン。うん。まあ、あのそのまワクチンについてはいいんですよ。打つ、打たない関係ないからね。別にこれ、打たあのワクチンを、ね、打つ、打たないを啓発するあれじゃないから、安心してくださいね。安心してください。はい。一応、一応、言っただけですよ、一応、言っただけで。うん。もうただ、そんだけ、そんだけです。はい。 っていう感じかなあとね、昨日の夜は肺あたりが痛かったね、うん。肺炎かなと思ったね。うん。そうなんで、実際シンコロ判明ですよ。そう。シンコロ判明ですね。うん。まあ、とりあえず、えー、今日は4日目、シンコロ。4日目、5日目か。4日目か。うん。はい、という感じです。